さあ始まりました、フローバックのウェルカムバック。このラジオは僕たちフローバックと一つ屋根の下で共に笑い合うように雑談や企画をしていく番組となっております。毎週水曜夜9時より FB ハウスからお届けしております。本日は第4回目でございます。よいしょ、よいしょ、よろしくお願いします。とうとう4回、はい、はい、やってきました、やってきました、はい。まあ本日、電気っていうんですか、はい、はい、ファンのついた電気が FB ハウスに導入されて、はい、うん、なんか今までの白い照明とは違ったね、はい、明かりでお送りしておりますが、今ワインを片手に持ちたいぐらい、まあ、想像していただいてラジオなんです。優しい、それぐらいに優しい、なんだろう、大人っぽいおしゃれな感じになっております。なんだろう、電球色っていうのか、なんかあったかいオレンジになりましたね、部屋が、うん、すごくいいです、温まる、温まってますね、温まってね、眠たいかな、うん、大丈夫、ふわふわしてきた、なんかふわふわしてきた、はい、起きてもらって照明でレイジさん、はい、ということで、本編に参りたいと思います。はい、本日の本編はゲームコーナーでございます。おー、ゲームコーナー、ゲームをしていきます、うん、はい。まあ、前回第3回で、まあ、ゲームオーガナイザーこと S1J さんが、はい、ゲームを作ってきてくれましたが、すごいね、はい、まあ、そこから改めて、うん、まあ、既存のゲームに一回挑戦してみようということで、うん、ですね、今回はですね、糸というゲームに挑戦します。糸、このゲーム、説明しますね、うん、糸というゲームはですね、自分の数字カード、1から100の大きさを、テーマに沿った言葉で表現して数字が小さい順に出していく協力系ゲームです、はい、はい、例えばテーマが怖いものならば、1は全然怖くないものを、100は、めちゃめちゃ怖いものを、表現します、うん、例えば自分のカードが71だとしたら、かなり怖いものとしてバンジージャンプ、などと表現します、うん、各プレイヤーの表現を聞いて自分の数字が小さいのか、大きいのかっていうのを判断して、場に出していきます、はい、で、全てのカードを小さい順から出すことができたらゲームクリアとなります、はい、だ、つまりは協力プレイですね、うん、まあ、100までの数字、1から100までの数字の中で自分が何、例えばどういう数字なのかっていうのを手札で持ってて、それをテーマのお題に対して表現するっていうことですね。数字は言っちゃいけないってことか。数字は、ダメです、言ったらダメです。なんか難しそうだな難しそうだな、やってみないと分かんないかも、ちょっと一回やってみる、やりながらって感じじゃないですか。やってみたらね、うん、やってみたら分かるかも、掴んでいけるかもしれないので、はい、早速やっていきますか。はい、行ってみましょう、はい、じゃあ始めます、始めましょう。じゃあお題から引きますね。はい、はい、いきます、せーの、うん、歴史上の人物の強さ。歴史上の人物の強さ、これ社会の勉強にもなりますね。では1が弱い、100だと超強い、超強いってことでしょう、ね、うん、はい、なるほど、歴史上あんま分かんないです。じゃあ、配られましたので、はい、見たいと思います、はい、せーの、ほうほう、これむずいな、イエーイなんとなく歴史上の人物ってこと、人じゃなきゃいけないそうね、人物だね、うん、強さでしょ、うん、これ結構大事よ、うん、で今持ってるカードにの数字に対してどのくらいこう、うん、そうそうそう、歴史上の人物が強いかっていうのを当てはめてってことだね、はい、うん、で小さい人から順に出していくって感じですね、はい、はい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 、はい、じゃあまず表現していきますか、はい、はい、これ定まってはいるかも、うん、マジか、うん、私ペリーでございます。ペリー強くないな。ペリーか。ペリーだって船乗ってるから船酔いとかするよ。でしょ。多分、あ、でもそういうことか。船酔いにも強いとだよ。え、っていうことはじゃあ上位かこれ。いや、戦ってるイメージないから。船酔いには強いし、うんうん、しかもやっぱまあ権力も持ってらっしゃる。はい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 、だけどまあ戦ったらどうかってとこですよ。それはそれで弱いけど、でもそういう権力とか持ってる、そういう強さはあるけど戦ったら弱い。普通より下かもしれないな。かもね、うん、かもしれない。むずいな。ただそのちょっと上な気がする、僕、うん、言っていいですか、うん、足利尊氏。ああ。もうそこら辺の違いが分かんねえんだよ、うん、俺何をやった人ですか、全く分かんない、分かんない足利尊氏だけ、うん、あれ、え、何やった人、金閣寺、いや全く分かんない、銀閣寺、全く分かんない。俺歴史は割と好きだったけど、足利だったらそっち系じゃない、寺作った系じゃない、そうだから、なんかあんまなんか名前でなんか普通な感じするの、うん、なんかイメージ、はいはい、足利さんって
はいはいはい、まあ僕アッシーって呼んでんだけど、アッシーね、うん、アッシーは結構普通なイメージがあるから。マサル君、いやちょっと待ってね、うん、名前がね、そうなると思い出せないんだ。俺が一番強いのかな。足利尊氏はね、鎌倉時代から、鎌倉時代末期から室町時代だって、うん、前期の将軍。へえー、やっぱ将軍さんなんだよ。将軍、将軍だってじゃあ、まあ、だからそんな感じで将軍と戦う感じの、なんかだけどなんかイメージ、なんか普通なイメージがある。普通、まあイメージとしてはね、イメージとしてなんかわかんない。整った、わかりました。どこですか。なんとなく樋口一葉。誰だよ。はあ、え、樋口一葉知らないの。うん、千円札の人。いや千円札ではないけどね、五千円札ですよね。惜しいね。いや惜しいねって。乗ってるってことは強いじゃん。だってすごいポピュラーってことでしょ。いやだってまあこの意味もあのいろんな意味でつけたっていうか、うん、いろんな意味で樋口一葉って言ったっていうか。あ、なるほど、はい、わかりました。ちょっとなったらわかりました。ああ、え、なるほどね。そしたら俺は確実にそれよりは上だわ。あ、ほんと。多分僕織田ですね。ああ、じゃあ結構もう強いじゃん。いやでも強いと思うじゃん、うん、多分戦力的には強いと思うの、うん、でもバカなのよ。え、織田信長の方。そう、うん、ってことは、したら多分もう分かんないけど、タッツケが多分下だと思うんだ。あ、でもペリーさん、ペリーですから、ね、で、その次僕でマサハル、スワンな気がしてる。いや、違うね。レイジ君が3だ、ね、織田信長は強いよ。いや、ま、レイジ君は3だと思う。 3？ ペリー、樋口、足利だって5000円で乗る感じじゃないもん。樋口、ペリー、あ、ほんと、うん、樋口、ペリー、足利、織田。足利だよ。まあ、じゃあ1回じゃあ、うん、俺出すよ、そしたら。そうね、じゃあここで調べる。たすきが意味分かってくれてんだったら、うん、いくよ、うん、54。はぁ、へぇ、すごいじゃん。やっぱな、ちょっとなんかそんな匂いはしたよ。50代だとは思ってた。マジか。え、樋口さんでしょ。樋口さん、俺ペリー、うん、多分俺だと思う、ペリーは。いや、僕だって、とかもう僕しかないと思う、次。じゃあペリー。いや、僕です。本当に分かった。多分僕だと思います。分かった、うん。じゃあペリー55です。うおー、すげえ。55です。すげえ。次いってもいいですか。なんで焦ってんの、ちょっと。いいですか、はい、ね、どうぞ。レイジさん、足利尊氏。はい、尊氏、すいません。うん、マジか。53。おい、じゃあもう樋口一葉さんより弱い。弱かった。でも1位弱い。惜しかったんだから、惜しかった。僕一番下だったんだから。せめて53、54、55って切れてなさもやばい。激ムズいな。でも激ムズだった。で、小田さんは、小田70。ああ、だからそれ一番上だと思った。小田さんは72だね。これで樋口一葉さんは5000円札じゃん、うん、1万円からの半分っていう意味でやったの。そういうことね。いいとこついてるね。すごいな。ただみんな50っていう、うん、普通に。次はもうちょっと混ぜようか。そうなんだよ。足利尊氏もっと理解した上で言った方がいい。そうだね、あの名前が一番普通なイメージがあったから。普通の人言ったら。そうね、そう、全く分かんなかった。じゃあ次いきますか、はい、これってあれだっけ、何回もやっていいんだっけ、何か決まってたっけ。一応、まあライフがあるみたいなんですけど、うん、まあとりあえずこれデモンストレーションでいい。デモンストレーションっていうか、まあ成功しようってやつだよ ね、 そうね、まあ3回くらいやろうって感じじゃない。 OK、 次のお題いきます。はい、ゾンビと戦うときに持ってきたいもの。お、いい、これぐらい分かりやすい方がいい、うん、数字が少なかったら戦っても全く意味ないもの、数字が高かったら持ってた最強ってことね、うん、はいはいはい、オッケーオッケー。ランダムとか、あー難しいな。なるほどね。あ、じゃあ俺言っていい。あ、よ、小枝。あ、もう分かりやすい。多分速攻死ぬね。速攻死ぬはマサール。小枝、小枝ね、小枝、はい、俺いい、いいよ。メントス。いや、ちょっと待って。待って、メントスをどう、じゃあどう使うの、メントスを。メントス、食べて落ち着く。あ、自分がってことね、うん、もう、だ、食われるのは覚悟。え、ってことで戦ってる、もう諦めてるから。そう、こっちで諦めてる。もうメントスしかないから食べてリラックス、うん、マジか。2人引こうか。サバゲーの銃。あー、普通の銃だ。弾丸ではなくて BB 弾みたいな感じ、ね、痛いよ、多分、うん、みんな低めなんだな、じゃあね、割と低め、うん、僕いいっすか、うん、ミサイル。
あ、マジか。もうやばいじゃん。支配する側ね。ミサイル、そう、全然ミサイル。逃げてる方じゃなくて、そう、全然撃つって感じ。逃げてる人たちも巻き込んで一緒に撃つ軍のトップの人ね、うん、そうそうそう。ちょっと弱いやつだったらミサイルで一掃できるぐらいって感じ、うんうん、ちょっと2人じゃない、2人がどっちかが最下位だから。うわ、どっちだろう。そこを導き出したい。絶対俺よ。ほんと？うん、これは俺。あ、自信いってる。メントスの俺に任せて。じゃあ、タツキさんどうぞ。じゃあメントスタツキ、はい、1でございます。うわすごい。1でございます。じゃあ俺だ。そうだ、はい、小枝。小枝。おー、いい。12です。エアガン64。おお。僕すいません、ミサイル、はい、すいません、61、ごめんなさい。ミサイル、ミサイルの違う違う、61はミサイルだよ。まあまあまあ、え、マジ61はね、ナイフとかじゃない。ない、だからナイフの勝てないもんだって。だから僕言ったじゃん、最後になんか弱い奴らだったら一掃できるって。ラスボスいるから。強い奴もいけるよ。ゾンビラスボスいけるから。ミサイルってだって、うん、多分90とかで、多分マジか、90代じゃあ10体くらい一気にやれるよ、うん、61でちょっと、ね、まず、あ、10、あ、そこ10か、エア、そう、エアガン、エアガン、痛いやつ、あのサバゲーの銃とか痛いじゃん。なるほどね、うん、ガス銃か、なかなか欲しいね、まあ、64でエアガンもちょっとあれだけどね。まあ30くらいがエアガンじゃない。あ、ちょっと惜しかったね。じゃあ40くらいからナイフとかになってくるんじゃないかな、うんうん、いや、むずいねこれ。でも難しい、むずいわこれ。じゃあラストゲームかな。うん、でもごめん、糸楽しいわ普通に。糸楽しい。クリア目指そう、クリア。クリア目指そうか。じゃあちょっといきますね。次のお題いきます。飲食店の人気。 あ、いいじゃない、引こうか。わかりやすそう。じゃあ何なんで、はい、引きました。あー難しい。はい、待って、むずいな、やばい。飲食店の人気ね。もうこれは完全待って待って待って、これどういう風に取ればいいんだろう。人気は人気だよ、人気は人気だけど、ありすぎる、俺の中は、俺のやつは。わかるよ。世間的な人気を、人気っていいのかな。そうだね、世間的な、世間的な人気ね。多分チェーン店であればあるほど人気だよね、きっとね。これチェーン店なんだっけ。チェーン店限定ではない。あ、飲食店ね。これむずいよ、あれちょっと。飲食店のメニューじゃなくて飲食店ね、うん、飲食店、飲食店。OK、じゃあ言いますね、はい、うん、リンガーハット。あー、ちょうどいいとこ行ったね、多分半分ぐらいじゃない。めちゃくちゃちょうどいい。半分か下ぐらいじゃない、多分。じゃあ僕、タツキ、あれ、はい、いいですか、スタ丼。あー、だいぶじゃない、スタ丼。だから俺らか分かんないよね、俺らの、うん、知ってる人はめちゃくちゃ好きだけど、うん、って感じじゃない。ちなみに俺は、東京出てきてマサールくんに紹介されるまでスタ丼を知らなかった。あ、上京してきてマサールくんに教えてもらうまで知らなかった。俺は懐かしい。俺ウェンディーズ。あー、やばい、むずいな。この3人結構近いと思う。僕多分一番高い気がする。じゃあ行ってみて。サイゼリア。あー、それはもう間違いない、ね、俺らのもうね、そう、行きつけの高級レストランだから。行きつけの、あの、いっぱい絵飾ってる場所だもん。おしゃれな絵がね、おしゃれな絵飾ってる。天井にね、天井に天井にいっぱい飾ってるから。ってことはだよ、こっちだ気がする。いやでもな、俺もちょっといいところ、いいところ でリンガーハットが先な気がするんだ、俺の中で。俺もなんかそんな感じですよ。20なんだっけ、ストアなんだ。ウェンディーズ。あー、ウェンディーズって何なの、俺わかんない。ハンバーガー、ハンバーガーさんの、ほら、あの、三つ編みの女の子がこっち覗いてるやつ。俺、あの、フィリピンでしか食べたことないもん、それ。ああ、ウェンディーズ。フィリピンで食べたっけ。分かんない、全然食べなかったっけ。食べてない、多分。ジョリビーじゃなくて。あ、それだ、ジョリビーだ。ちなみに、タツキのそのスタ丼は、うん、俺らの中の人気ではなくて一般的なってことだよね。いや、俺らの中でも多分あるし。あ、じゃあごめん、俺行くわ。うん、僕行きます。はい、お願いします。31。おお、はい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 。リンガーハット美味しいです、もちろん美味しいですけど、あんまり行かないし。行かないね、行かないねとか言って、はい、じゃあ僕行きます。ウェンディーズ50です。おー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 、待って、いいとこ来たんじゃない。私タツキ、はい、なんだっけ、スタドン、はい、69。おー、待って、これいけるかな。サイゼ来るだろ、これは。さすがにサイゼのね、90代でしょ、サイゼ、うん、分かった、僕の感覚が合ってるか分かんない、ごめんなさい。83です。正解、糸楽しいです。押しちゃいました。やった、っいい、最後の最後で、まあ、糸やってきましたが、はい、いかがでした。楽しかったです。意外となんか、意外とシンプルなゲームだった、うんうん、意外とシンプル、うん、意外とシンプルだった。楽しい、うん、おもろかったです、ね、面白かった、うん、なんかもうちょっと何回かやりたいね、うん、他の時にも、ね、そうね、うん、
なんか普通にねプライベートでも遊べそうな、ね、面白いこれ楽しいゲームですね。楽しかった、うん、こんな感じですかね。はい、うん、はい、じゃあ次マサル君お願いします、うん、はい、ここからはお便りのコーナーです。皆さんたくさんのお便りありがとうございます。ありがとうございます。はい、前回トークテーマは我が家のマイルールで募集しました、うんうん、はい、それ以外のお便りも届いたのでいくつか読んでいきたいと思います。はい、ではまずはラジオネーム、レモンサワーは健康にいい。おお、名前がすごい。そうだね、どっかで聞いたことある。いい、聞いたことある気がする。トークテーマは我が家のマイルールについて送ってくれてます、うん、はい、私が小学校低学年の頃、些細な話なのですが、その頃実家では子供たちの寝る時間が決まっていました、うん、学年に合わせて夜9時まで、うん、10時までと長くなったのですが、はいはい、当時の私はどうしても見たいドラマがあり、水曜日だけは夜11時まで起きていいという特別ルールがありました。皆さんにも寝る時間のルールなどありましたか？よかったら聞いてみたいですということです。なるほどね、ルールか。ルール、僕、まあ確かに言われてみれば8時、9時、10時では寝てたなとは思うよ、小学生の時には。確かに。でもルールというルールはなかったからね。やっぱ夜遅い時間の方が面白いのやってるもんね。でもその面白いのやってることすら知らなかったかも、小学生の時は。あ、マジか。もう寝てるから。あ、そっかそっかそっか、うん、全然起きたな。もうほんとそんなに起きれなくない？うん、全然。こんな俺9時10時まで起きれなかった。マジか。寝ちゃってたみたいな。なんかゲームとかしちゃってた普通に。うん、悪い子だったんだ。そうだよ。でもちっちゃい子はやっぱり寝る子は育つってよく大人の方にね言うから、あ、まあ、確かにその風潮あるかも。早めに寝なきゃいけないっていう。早めに寝なきゃいけない。早めにね、早めに寝なきゃいけないっていう、うんうん、買い食いしちゃいけないみたいなのはなんかなんとなくあった。それあるんだ、うん、買い食い、買い食い、学校の帰りとか、学校の決まりで買い食いしちゃいけないみたいな。あ、寄り道しちゃいけないみたいな感じかな。そうそうそう、我が家っていうよりなんか学校で決まってた。一回なんか小学校の頃さ、なんか女の子でなんか麦チョコを隠し持ってる子がいて、麦チョコ、その子からなんかあの、お姉、今日3粒だけちょうだいって言ってた。うわ、そのレイジ想像つくな。いや、3粒でさ満足できんだ。女の子もう昨日より多いじゃん。あれじゃん、カリコルニアスタレイジが、はいはいはい、3粒だけちょうだい。カリコルニスタレイジって何？カリコリって言ったの。カリコルニスタレイジってなんかもう名前みたいなやつ。ありましたね。まあでも寝る時間っていう、うん、寝る時間はなかったって感じですかね。うん、うん、そうね。なかったかもな、ルールとしては。うん、うん、僕らは、はい、割とフリーな。そうです、でそうですね。寝る時間に関してはフリーですね、うんうん。はい、ありがとうございます。次いきます。はい。ラジオネームサクリン。はい。プロバックの皆さんこんばんは。毎週のトークが聞けるようになると思うととても嬉しいです。うん。我が家の少し変わったルールですが、寝る前に必ず家族全員にハイタッチをしてから寝室に向かうというものです。ハイタッチ？ハイタッチ。私は現在上京しているため、うん、実家から離れており、はいはいはい、知らぬ間にこのルールができていました。はいはいはい、知らぬ間に。マジか、うん。伝統というよりも突然始まったルールなので実家ではありませんが、うんうんうん、未だにこのルールについていけません。はいはいはい。このルールに乗るべきかどうかフローバックの皆さんで決めていただけるとありがたいです。うん、乗ろう。これは乗った方がいいかもですね。それは乗ろう。乗ろう、これは乗ろう。ただ一個思うのはどういう状況かですかね。うん、まあそうだね。なんで始まったんだろうね。なんで始まったのかというと、どういうテンションでやってるのかっていうのがすごく重要になってくる。今日もお疲れみたいな感じか。か、それかもう、もう超真顔でやってるか。あと家族構成が気になる。うん、確かに。父と母だけなのか、うん、まあ、だとしたら超幸せな夫婦だね。めちゃくちゃシュールだけどね。確かに、うん、おやすみ、イエーイってやつでしょ、ね、確かに。まあレイジはあのバイバイする時とかにさ、うん、こうハイタッチするじゃん、うん、お疲れみたいな、うんうん、だからその感覚に似てんのかもね。そうだね、スキンシップスを取って、うん、シップス、やっぱスキンシップスを取ってで、サクリン家にいても、うん、だからサクリン家行ったら、まあ一応弟になっちゃうかなって感じ。そうそうそう、もしかしたらお兄ちゃんかね。お兄ちゃんになれるかもしれない、うん、でもすごいなんか、なかなかこう、日本でこういうルールとかなかなかないから、うん、すごいいいなと思いますけどね、うん、確かにね、うん、まあでも、どのくらいの強さでやってるか気になるけどね。ああ、確かに、確かに、パンだったら、ね、もう、さ、それこそ、そうだね、気分によってはさ、確かに、うん、きついなってなるじゃん。落ち込んでる時に強めのハイタッチはしんどい ね、うん、ね、そうですね、あの強めのハイタッチで今思い浮かんだことがあって、はい、あの、うん、まあ
まあ、12月31日に僕たちあの5人体制ラストのライブやったじゃないですか、うんうんうん、3曲目ぐらいにブレイクアウトという曲があったんですけど、はいはいはい、あの時僕まあ、曲中でスワンさんとハイタッチするシーンがあるんですけど、うんうんうん、あの日のハイタッチはもうパンチでした。拳そっか、脱臼してたもんですって。脱臼あれ足してて脱臼してたんだ。足だからどっちも脱臼したんだもん。いや本当にあれはねもう本当にパンチ、うん、パンチ普通の人だったら多分泣いてる。いや確かになんかあの動力を見た時にめちゃくちゃすごかったんですよ、はい、殴ってて辰巳のことびっくりした。遠くでもすごかった、うん、打撃だからそういうまあちょっと想像できないと思うんですけど、思いっきり殴ってる感じの早打ちだったら、即座にやめてください。危ないです危ないです。ハイタッチも言えてなかったけどな。まあね、すごいソフトだったら全然僕たちはいいと思います、ね、いいと思います、ね、やるべきです、はい、やりましょう、はい、やりましょう。竹部さん、ぜひあの配達してください、ね、はい、お願いします。はい、次いきます。ラジオネームエリさん、はい、トークテーマ、リスナーの呼び方について。おお、フローバックの皆さん、こんばんは。初回のラジオを聞きました、うん、BGM もサムネも可愛いし、毎週大好きな皆さんの声を聞けること、楽しいトークを聞けることがとっても嬉しいです、うん、今までフロイットバック、バックトゥーバック、肩までつかろう、カウチポテトを聞いてきました。今回のラジオを聞いてほっこりするなと思いました。うん、ありがとう。リスナーの呼び方、うん、ほっこり組はいかがでしょうか。ほっこり組、1年1組みたく、うん、組とつくと、うん、聞いている仲間と一体感生まれるので、うん、居候と皆さんの案も面白いんですが、はい、FBF からもこういうのどうかなっていうのをお伝えしてみたかったのでメールを送らせていただきました、うん、もう呼び方決まってしまったかな、メールに目を通していただけましたら嬉しいですということです、うん、かわいいな、ほっこり組。ほっこり組かわいいね、うん、ほっこり組です、ね、3年3組みたいな、爽やか3組か、爽やか3組みたいな、ほっこり組って感じで。確かになんかこう、例えばラジオの名前に沿って、うん、そういうラジオネームとか決まったりするのが、まあ、ポピュラーじゃん、はいはい、でもあえてここでほっこりするからほっこり組にしちゃうっていう、あなたが一番ほっこりなのかも。だからあなたはもうほっこり組のリーダーにします。ほっこり組リーダーおめでとう。あとこれノミネート、ノミネートしたい、ノミネートだね、まだまだまだたくさん、前回の放送でもいいの来てましたからね、うん、そうまだ決まってないんで、決まってないから、うん、ノミネートしちゃおうよ、うん、で気づいたら何も決まらないで1年経ってる、うん、今年1年は募集するんです。ノミネートできるんで。ほっこり組か、あともう一つハイタッチっていう名前にしたい。ハイタッチ、逆にハイタッチっていう名前にしたい、ね、それもノミネートしようか、ノミノートノミノートしようか、ノミノート、ノミノートしたい。嬉しいですね、でもこうやって送ってくれるのは。しかも自主的にこれ送ってくれてるのかな。ね、多分そうかな。だって目を通してもらえたら嬉しいです、うん、みたいな、はい、そうね、ね、そうだね、うん、私全部見てんだね、うん、あの、うん、ラジオの嬉しい、歴代のね、歴代のラジオ、うん、ありがたい。それは経てこのほっこり組ですから、はいはい、経てそうほっこり組、深みがありますね、深みがありますね、とても、はい、はい、はい、エリさん、はい、ノミネートおめでとうございます。おめでとうございます。ノミノート、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 おめでとう。そしてですね、これからお便りのトークテーマを決めていきたいと思います。はいはい、はい、どうします。前回は あなただけのオリジナルゲームで募集してました。あー、そっかそっか、それもまたメールで来るわけでもね、はい、それを読む回もあって、はい、これはじゃあ別で、なんかせっかくお家のさルールを聞いたからさ、うん、この、はいはい、FB ハウスもお家じゃない、お家がテーマでやってるし、はいはいはい、アットホームの空間がテーマでやっているので、うんうん、なんかそういった意味でもなんかこの FB ハウスでのルールを決めてもらうと、はいはい、ああいいじゃないですか。ああ、うん、なるほどね。どうしましょう。いいね。ガチガチに決めていただいて。いいと思います。そう。で、それを採用するかしないかは、うん、まあこっちのさじ加減というか。うん、いいです、ね、うん。そうだね、そうだね。だから毎回、FB ハウスついたらたつけを語尾にランランポンポンってつけなきゃいけないと。そして絶対つけてよ。気まずいなそれ。どんな状況でも絶対それをつけなきゃいけないとか、そういうことです。そういう何でもきついなとか、まあいろいろそんな感じでルールだったり、細かいルールだったり、ざっくりのルールだったりね、はいはいはい、面白かったら採用されるかもしれないから。なるほどね、うん、そうね、あ確かにカスタマイズできる、カスタマイズできますね。はい、ぜひお待ちしています、はい、お待ちしております、はい、ます使うか使わないかは、うん、お任せですけど、僕らで決めますけど、ね、僕らで決めますその時話し合おうよ。、うん、なんか
なんだっけ、マツコ有吉の怒り浸透みたいなやつ、なんかあるじゃん、採用みたいな、採用あれやろうよな、はいはいはい、採用採用みたいな、ステッカーをね、ステッカーはいつかできたら、あー、オッケー、じゃあ仕事が増えたってことで、ありがとうございます、ウェルカムバックステッカーはどうですかね、任せてください、では皆さんたくさん送ってください、はい、お願いします。フローバックのウェルカムバックではあなたからのお便りを募集しています。フローバック .no.welcomeback@gmail.com までペンネーム、トークテーマ、メッセージを記載して送ってください。詳しくは概要欄に載せてありますので、ぜひチェックしてください。はい、ということで、あっという間にエンディングの時間でございます。ガチか、ガチです。いいと、いいと、ガチか、いいと、いいとやってね、いいとやって、ここでちょっと今聞いてくださっている何でしたっけ、ほっこり組、はい、とか、他に何があったっけ、居候とか、はいはい、なんだっけ、まあなんとかさんたち、皆さん、ここであなたたちが怖くなる一言言ってもいいですか、はい、どうですか、僕たち4人、うん、このラジオテイク2でございます。はい、実はそうなんですよ。そうなんですよ。はい、実はテイク2でございます。はいはいはい、はい、ございます。この一連の流れを、うんうん、3日前にやりました。はい、はい、で同じボケ何回もやってます。, 笑ってくれてありがとうね。3日前にやって、うん、まあ3日前にね、こう、まあ、ラジオ収録して、うんうん、こう終わったじゃないですか、うん、終わった時に改めて登録聞こうかなと思った時に、うんうんうん、あれ取れてねえぞというのに、うん、びっくりしたね本当に、うん、もうその時もみんなえ、うん、っていうね、うん、そう、え、これ大丈夫、大丈夫、大丈夫、あ、今日取れ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 、あ、びっくりした今、え、焦ったわっていうことが起きたんですよね。そうそうそう、これ分かってる上でもう一回聞いたら、そう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 、そういうこと、めっちゃ面白いと思う、めっちゃ面白いと思う、俺たちテイク2取ってんだよっていう、うん、しかも多分分かる、この、うん、言葉のキャッチボールのスムーズさ、本当にそれこれから2回やるか。プリプロみたいな感じで。だってカードゲーム僕すぐできないもん、ね。普通は、うん、もう意図もやりました、ね、やりました、すごく意図も何回もやりました、うん、もう、はい、ちなみにほっこり組で前回はレイジさん、高田久美さんの話してました。忘れていました。はい、言わないかなと思って聞いてたけど全然言わなかったっす。まあそんなこともありまして、はい、まあそんな感じで、まあ、楽しくゆるくやっているラジオではありますが、エンディングです、はい、告知をじゃあスワンさんから、先週かな、先週の、21日の生配信で僕たちフローバックの新しいデジタルシングル、はい、ひらひらをリリース決定しました。はい、はい、嬉しいですね。嬉しいです、ひらひらということで、まあその他もろもろ情報会議にたくさんあるんですけど、はい、もうここで言うともうごっちゃごちゃになってしまうと、はい、なので詳しくはオフィシャルサイトにチェックしていただきたいのと、はい、ですね、数日後の28日にですね、うん、ライブがございますので、そちらもぜひとも足を運んでいただけると嬉しい、来てください、はい、はい、ぜひとも、フローバックをよろしくお願いします。お願いいたします。はい、告知もスムーズでしたね。はい、素晴らしかった。これから2回撮りましょう。聞きやすいです、ね。では、毎回恒例になっております、うん、レイジさんの一言占いで締めていきたいと思います。はい、ムツゴロウとムッツリなことすれば金運アップ。ムッツリはやだ、やらしいな。それでは風呂箱のたつきとマサルとレイジとソンジュでした。また来週、2回目の気持ち考えて。前回違ったね、違った、変えてみた。ちゃんと撮れてます。よろしくお願いします。